はい、えー、こんにちは。心理学をもっと身近に、学術系コンサルティングのセカンダリー、ないでございます。一問一答で学ぶディープラーニング。今回は、えー、探索技における幅優先探索というテーマで1分程度でお話をさせていただきます。深層学習の基礎的な学習や、日本ディープラーニング協会さんの G 検定の対策などにもお役立てください。えー、こちら、弊社の Twitter アカウントで出題させていただいた問題でございます。こちらの答え合わせをしていきましょう。えー、探索技における幅優先探索は、えー、メモリをあまり必要 うとしないいか罰かの二択でございます、えー、このような問題、さっきの通り弊社の Twitter アカウントで出題をさせていただいております。ぜひフォローやリツイートお願いいたします。ここまで約1分くらいですかね。さて、えー、この問題の回答ですが、えー、×罰でございます。無料でご覧になられている方は、ここまでご視聴ありがとうございました。えー、×罰ですね。えー